ドナルド・クリスプは、ロンドン出身で主に、アメリカで活動した、イングランドの俳優、映画監督。ハリウッド創世紀から活躍し、後の映画業界に強い影響力を有していた、俳優であり、我が他には、緑なりキでアカデミー助演男優賞を受賞するなど、様々な映画に出演した名脇役として知られる。1882年に、 ロンドンで8人兄弟姉妹の一人として生まれる。1906年にアメリカに渡るサイの船で歌の才能を買われて仕事を得る。翌年にはニューヨークで舞台監督として活動するようになる。その後、後の名監督 D.W. グリフィスと出会い友人となる。1912年にグリフィスと共にハリウッドに渡り、 グリフィスの助手をしながら演出を学んだ後約70本の映画を監督する。並行して自ら俳優として100本近くのサイレント映画に出演する。1914年に初めて監督としてクレジットされた映画リトルカントリーマウスが公開される。1915年にはグリフィス監督の大作映画国民の創生でグラント将軍を演じ、 1919年には同じく、グリフィス監督の、チリイク花ではヒロインを虐待する、父親役を演じる。また、これらのキャリアの合間に第一次世界大戦に従軍している。1930年の映画、ザ・ラナウェイ・ブライドを最後に監督業引退、俳優に専念することになり、1941年の映画、我が他には、緑なりきでアカデミー助演団優勝を受賞する。 第二次世界大戦の際には、米陸軍予備役登録する。戦後も俳優業を続け、1963年に引退、1974年に脳梗塞で死去する。ありがとうございます。